これでうまくいくのかな。OK です。多分これで始まりました。ということで、皆さんこんばんは。昼間に聞いていただいた方からしたら、また出てきたということなんですけれども、年末年始ということで、駆け込み、5名の方にお伺いしていて、これがまさに、3回目ということで、今回、この回は、MIT 経済学部の博士課程にいらっしゃる、河野春樹さんをお招きして進めていきたいと思います。ということで、いつも通り、簡単に、自己紹介をしていただいて、まあ、その後私が、適宜、いい質問、悪い質問をしていくので、もし悪い質問だったら、適当に、答えないという選択肢もありということで、台本なしでやっていきます。ということで、簡単に河野さん、自己紹介をお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今、ご紹介いただきましたけども、今年の9月ですね、今年の9月から MIT の経済の、PhD、菊池さんの2個下の代に、入学しました、河野春樹と申します。まあ、自己紹介というか、まあ、もともと東大の、経済学部の出身で、その後、修士を1年間やって、今年から PhD に、入学しました。で、まあ、専門というほどでもないですけど、今やりたいなというか、やってることは、まあ、ミクロ経済、特にゲーム理論とか、あと、まあ、情報の経済学と呼ばれる、まあ、分野だったりだとか、そのあたりと、まあ、あと、計量経済の、だったり、まあ、純粋な統計理論だったり、その辺を、まあ、今までやってきましたという感じですね。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。まあ、まず、MIT なので、バックグラウンドが MIT ということに気づいて、私も大急ぎで今変えましたけれども、一応、先輩後輩っていうか、なんか MIT の同期というか、一緒にいる仲間です。で、今日、基本的には、河野さんの喋りたいことを喋っていただく。まあ、ゲストの喋りたい方を喋っていただくっていうスタイルなんですけれども、まずその皆さんにどういう、河野さんってどういう人なのかって知っていただくために、研究、どんなことをされてきたかのかな、あるいは博士課程なんで進まれたのかなっていうことをまず聞いていきたいんですけれども、まずこれまで、まあ、いろいろ、特に河野さんの場合は卒論、あるいは修論を書かれたと思うんですけれども、卒論と修論それぞれどんなことをやられたのか簡単に教えていただいてもいいですか。はい、まあ、卒論と修論で全然違うことをやっているんですけれども、まあ、まず卒論の方は、先ほど言った、まあ、情報の経済学の、まあ、理論と応用みたいな、ことをやりまして、まあ、具体的に言うと、チープトークっていう、ゲーム理論、まあ、ゲーム理論なのかなの、一つのモデルがありますけれども、それについて、それをこう中央銀行と市場のコミュニケーションの問題に応用したっていう、まあ、論文を、書きました。それは卒論で書きました。で、そうですね。で、まあ、それ自体は、内容としてはなかなか面白い。なっていう感じはしていたんですけども、まあ自分としてはこう終わってみると、うん、なんだかなという感じで、あんまりこう、まあ完全に満足のいく結果ではなかったですけれども、それなりに楽しく書けました。修士の時はまた全然違う統計理論の方をやっていて、それは情報量基準っていう、なんていうんですかね、こう、候補、こう、なんか、フィットしたいデータだとか説明したいこうデータがあったときに、それのデータをこう説明するときに、候補のモデルが複数あるような状況で、どのモデルを使えばいいのかなっていうのがわからないときに、それをこう選ぶやり方、まあ、を研究する分野をまあモデルセレクション、モデル選択の分野って言いますけれども、それの一つの手法に情報量基準を使ったモデル選択っていうのがありまして、その情報量基準について、研究をしていました。で、まあ、なんかその望ましい性質っていうのがモデルセレクションの文脈でいろいろあるんですけども、それをこう、うまいことを満たすような、新しい情報量基準っていうのをこう構成して、こんなのはどうですかと提案をしたっていう、そんな研究をしていました。ありがとうございます。
で、普段は、じゃあなんでそういう研究をし始めたんですか、そもそもなんか原体験ってありますかって質問するんですけど、それはなかなか例えば、情報漏洩の研究をするときに人生の原体験っていうものは多分直結するものはないと想像するんですけど。ないですね。なんか、どういうきっかけで、例えば、まあまあ、中央銀行の、コミュニケーションのものでもいいんですけれども、はい、あるいはご自身の今のご関心でもいいんですけれども、そもそもなんで、そういう分野を選ばれたか、あるいは経済学を志そうと思われたのかっていうことを簡単に教えていただけますか。なんかそのランダムに、たまたま経済学を始めましたっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、どんな感じなんでしょう。そうですね。まあ結構自分の場合はそのランダム側の人間で、例えばその、まあ、さっきのチープトークというか、中央銀行のコミュニケーションみたいな話ですと、その前に、クロフォード&ソーベルっていうチープトークを作った論文をこうゼミで読んでいて、で、それのなんか間違いを見つけて、その修正論文を書いたっていう経緯があったんですけれども、まあ、その、その論文を書く過程で、こういっぱいその論文について読み込んで、こうああでもないこうでもないということを考えた結果、たまたまこれは面白い分野だなというふうに思ったというのが大きいですね。なのでその僕が今まで全然見たことないところでもっと面白いものがある可能性の方が全然高いと思いますし、むしろその知らないから、他のことを知らないから今やってることをやっているっていう面もあるかもしれないですね。なんか、経済学部の、まあ私も一応そのゼミに属してたことがあるので、なんか雰囲気はわかるんですけど、逆に、経済学部に来られた理由っていうのはなんかあるんですか？まあそれもかなりランダム、行き当たりばったりの話になってしまうんですけども、僕、その入学の時点で、推薦入試で入ってるんですけれども、それがそのちょうど、始まった年だったんですね。で、まあ、ざっくりと東大に行きたいなとは、まあ、高校の時から思っていたので、まあ、なんとかして、その可能性をちょっとでも高められればいいなということで、推薦を受けたんですけども、もともと完全に理系で、一般入試は普通に理系で受けるつもりだったんですけども、まあ、ちょっと数学科とか、そういうところに推薦で受かるにはちょっと厳しいかなっていうのはまあ自分の評価としてあったので、そこでまあ数学とかはずっと好きだったんですけども、数学を使えて、でまあもうちょっとこうね、現実的なところないかなと思った時に、あ、経済学っていうのは意外と数学使ってこういろんなことを分析できるところなんだなっていうところをまあどっからか知って、じゃあ経済いいんじゃないかなと思って、入ってみたという感じですね。で、まあ、それが結果的に、入学してから勉強してみて、かなり面白い分野で、もう、なんていうんですかね、一口に経済学と言っても、本当にもう、なんていうんですかね、もう、本当にもうただの数学みたいなと変わんないような分野から、もう、ただの、純粋な統計理論といって差し支えないようなところから、もっとこう心理学とか社会学とかそっちによった分野だったり、いろいろ広範なものすごい守備範囲の広い学問だと思ってるんですけども、そういう意味でもなんかこう自分に合ったところを入ってから見つけるのにはまあたまたまですけどね、良かったのかなというふうに思ってますけど。ありがとうございます。なんか、今質問、インタビュアーとして、これ不適切だなと思ったのは、行ったり来たりものすごくしてるんですけども、というのは次の質問はですね、博士課程になぜ進まれたのかという質問で、これはなんか卒論、修論の話をして、学部どうしたのって話から、ちょっと本当に行ったり来たりして申し訳ないんですけど、その、キャリアとして、まあ、研究面白いなと思われた。あるいは、まあ、コンさんご自身ではおっしゃらないと思いますけど、ちゃんと、古い、いい論文、古典的な論文を、訂正コメント出して、ものすごくいいところに、コメント論文として掲載されたっていう。だから、研究者として、あるいは研究者の卵として、すごい人がいるっていうのは、
先輩としてというか、少し5年ぐらい上、4年ぐらいかな、上の人からしてずっと聞いてたのはあるんですけれども、とはいえ、なんか、その分野ですごいできたとしても、簡単にその、じゃあ研究者として生きていこう、あるいはその博士課程に行こうっていうわけでもなく、例えば働こうっていうのも全然あると思いますし、なんでその博士課程にいらっしゃったのか、っていうところを、もし、思いがあれば教えていただけますか。そうですね。入学、大学入学した当初、学部の1、2年の時とかは、結構今思い返すと、就職の方に寄ってたのかなっていう、気が していて、まあなんか、多くの経済学部生と同じように就活して、まあそれなりにお金を稼げるところに就職するんだろうなっていうイメージがあったんですけど、まあだんだん、まあ修士ぐらいまでは、出てみようかなって思ったのは、まあ、学部2年の後半とか3年とか、まあ、経済学部に進学した後ぐらいですかね。その辺からは、まあ、そう思い始めて。で、まあ、修士ぐらいは行こうと思ってたんですけれども、まあ、そっから、例えば海外の PhD に行くとか、そこの、なんて、ギャップってかなり大きかった。まあ、大きかったんですけれども。まあ、そこをちゃんと行こうかなというふうに思ったのは、やっぱりさっきの、訂正論文を一本、書いて、それがそれなりに評価していただいたっていうことで、こう、なんとなく研究者がどういうことを日々やっていて、どういう仕事なのかなというののイメージがついたというか、で、なおかつそれがこう、当時の自分にとってすごい面白い内容で、これをやっていたいなというふうに、感じたっていうのが大きかったですかね。なので、学部の4年生か、4年生の、真ん中ぐらいで、かなり具体的に、東大で修士取って、大学に行こうというふうに、思いましたね。ありがとうございます。私の無茶ぶりというか、ぐっちゃぐちゃファシリテーションに答えていただいて、ありがとうございます。でですね、大体その、ポンさんがどういう経緯で、あるいはどういう研究をなさってて、どういう経緯で、博士課程にいらっしゃったということを伺ってきたわけですけれども、残り半分、もう少しありますけれども、のところで、どちらかというと、今、どういうことをされているか、あるいは、なかなか、授業を、コアを受けてる途中の人を呼び出すっていう、なんか、これも暴挙な感じがあるんですけど、いないケースとしてないので、実際、今多分半年ですかね。PhD 始められて、例えばじゃあ、楽しいですか？博士課程は。まあ、概しては楽しいですね。オーバーオールでは楽しいですけれども、まあ、なかなか、まあ、今おっしゃったように、コアの話だったり、含めいろいろ大変なことは、まあ、この半年間でありましたけれども、そうですね。なんか、普段どういう生活されてるんで、なんかまあ、私も半分知ってはいるんですけど、一応知らないふりをして質問するとですね、大体例えば1年生の前半っていうのは、ポンさん、どのように過ごされたんですか？そうですね、週に授業が4つ。4つというか、授業の種類は4つあって、それが、週に 2個ずつ、まあ、基本的に2個ずつあるので、まあ、1日、まあ、2個ぐらい授業があるっていうのが、普通の日なんですけれども、まあ、そうですね、それをこう受けて、朝起きて、まあ、昼ぐらいからそれを受けて、2つ受けて、で、ご飯作って、ご飯食べて、宿題やって寝るって感じですけど。で、まあ、それで、終わんなかったというか、ちょっと足りなかったり、時間が足りなかったりしたところは、こう、土日で、カバーしてっていう感じで、よくその、なんですかね、経済の PhD の1年目っていうのは、かなり大変っていう話を、先輩の体験記とかを読んでても思ってたんですけれども、まあ、MIT がそうなのか分からないですけど、そこまで思った予想ほど大変ではなかったなっていうのが、この半年の印象です。その、河野さん、今、
おそらくコア科目と言われるそのミクロ経済学、はいはい、マクロ経済学、軽量経済学の他に3つそれあると思うんですけど、4つとおっしゃったってことはもう1つ授業を取られてるんですか？はいはい、それは、フィールドコースっていう、まあ基本的には2年生なんですかね、まあ、2年生の大半と1年生 の, その、まあ、僕みたいな感じでその3つプラス1の1ぐらいの感じで取るような授業があって、それは、契約理論コントラクトエコノミクスっていう授業を取ってたんですけれども、まあそうですね、ちょっと前つっても、もう10年ぐらい前なんですかね、ノーベル賞だって、もうちょっと前にも取ってるんですかね、取ってる分野。で、まあ先ほど言った、情報の経済学もそこで扱われているというか、まあ情報の経済学の一分野ですし、まあもっと言うと、オークションだったりだとか、メカニズムデザイン、とか、そうですね。あと、最近の話で言うと、情報デザインみたいな、比較的新しいトピックをこう、概観して、その分野の研究の、まあ、フロンティアに連れていこうというのが趣旨の授業ですね。ここまでそのお話を伺ってると、まあ、なんかその感覚としてわかるというか、多分他の大学と比べて、そのコアに関するそのプレッシャーという意味では比較的低い気も、MIT に関してはするのかなっていう部分もあるんですけども、一方で、その、例えばずっと日本にいらして、で、この半年アメリカにいらっしゃったとすると、何かしらその、例えば PhD の中でも、あるいは生活の面でも、苦しかったことというか、なんか驚きというか、なんかそういった部分っていうのはありましたか？そうですね。まあ、アメリカに限らず、そもそも一人暮らし自体が初めてだったので、そこにまず、むしろアメリカにおける大変さというよりも、一人暮らしにおける大変さの方が、ファクターを占めていたかなという気がしますけど、そうですね。まあ、まあでも、なんていうんですかね、こう、いろいろ自分でやんなきゃいけないことが、増えたことで、こう逆に全体的なリズムを取りやすくなったというか、そういう意味では、こう、なんですかね。そうですね。規則正しいっていうと、こう、月並みな表現ですけど、こう、自分のリズムで生活と研究をこう、やれるようになったかなというふうには思いますね。で、まあ、研究に関してはあんまり違いはなくて、まあもちろん、すぐ話せるすごい人がより多くいるっていう点では、アメリカの方が、こう、すごいなというところはありますけれども、まあ自分でこう何かをやるという点に関しては、どっちにいてもあまり変わらないのかなという気がします。なんかそういう話せるという意味では、まあまあもちろんその先生っていう意味はあると思うんですけど、同級生とのやりとりっていうのは、例えば東大にいらっしゃった頃、あるいは東大出身にいらっしゃった頃と、今 MIT にいらっしゃるので、なんか違ったりするんですけど、でもなんか同じような感じなんですかね。いえ、ちょっと違うような、まあ、気もしますね。まあ、ただ一つ、補足をしなければならないのは、僕が修士にいた頃はもうほぼコロナ禍だったので、確かに。そもそも研究室に行っても誰もいないっていうのがデフォルトの状態だったので、そことの比較はちょっとありますけれども、まあ、そうですね。やっぱり、まあ、これは東大にたまたまあまりいなかったっていうだけですけども、自分のその興味に沿ったというか、似たような興味を持っている人が、少なくとも MIT のコーホート、1年生のコーホートには多いので、そことの議論っていうのはやっぱり楽しいですし、それはまあ、東大にいるとなかなかできなかったかなとは思いますけれども、それはまあ、個人の興味の問題かなという気もします。先生とのやりとりっていうと、一年生だと、まだあんまりその先生に研究の話をするってないんですけど、それともまあまあ、ポンさんある程度その、PhD 入られる前に、こういった研究をやりたいであったり、こういう研究をちょっとやってきたっていう部分もあると思うので、話しやすい面もあるのかもしれないですけど、先生との関わりっていうのは MIT だとどんな感じなんですか？まあ、あれですよね。自分が動けばいくらでも
対応してくれるっていう環境だと思うんですけども。で、僕もその、この半年、まあそこまで自分の研究、新しい研究をスタートできるほど、まああまり思ったほど忙しくなかったとはいえ、コアとかいろいろあったので、なかなかそっちに時間を割くことは難しかったんですけども、その中でもちょっと、勉強ばっかで研究がちょっとできていないなという危機感を、まあ全体の、いつぐらいでしたかね、まあ11月ぐらいにちょっと思ったので、そこで、なんか話に行こうと思いまして、で、ただ、あんまり何も話すことないなっていう感じだったんですけども、その時はまだ何も考えてなかったので、なので、とりあえず、2週間後ぐらいにちょっと予約を取って、そこから話すことを考えようかなというコミットメントをしまして、で実際にその間ちょっとかなり根詰めて考えて話に行ったりだとかしましたけども、まあそういうことがこうできるのはかなり楽しい環境なのかなとは思いますね。この1年生の後半っていうのはまた次はどういう生活になるんですかね。そうですね。まあ今申し上げたように、その、ちょっと授業中心すぎると、退屈になっちゃうなっていうのが今回分かったので、そこはある程度その研究と勉強のバランスをもうちょっとこう確保できるように、したいなという思いですね。で、なおかつその、まあ、どこまでちゃんとできるかわからないですけども、その、まあ、コアはちょっと別として、そのフィールドコース1個取ったら、その分野で少なくとも論文をこう、論文のこう、元になるようなアイデアを1個出せるようにっていうのを常に考えながらやりたいなっていうのは、この半年で思いましたね。ありがとうございます。ということで、大体残り7分ぐらいなんですけど、これは多分、河野さん、半年前、あるいは1年前に多分出願を終えられたと思うので、まあ、私とか、あと他のゲストの方と比べると比較的覚えておられるのかなと思うんですけれども、まあ、覚えておられる範囲で答えていただけたと思うんですけど、よくその学部生とか、あるいはその修士の学生の方からいただく質問として、まあ、出願を考えるにあたって、何が一番大変でしたかっていう、どうすればいいですかって言われたら答えられるんですけど、何が一番大変でしたかっていうかなり難しい質問も記憶にはないですって答えざるを得ない質問が来るんですけど、河野さん、例えば出願1年前された時に、なんかすごい大変だったことってありましたか？もう覚えてないですよね。そうですね。あんまりなかったですね。僕のその感想としてはやっぱりその、もちろん、いい SOP を書くとか、なんですか、まあ、修論仕上げる、修論ライティングサンプルを頑張って書くとかいうのは大事だとはもちろん思いますけども、その、かなりの部分はやっぱりその出願の段階までに決まっちゃってるのかなっていうのは思っていて、もちろんその、ね、その出願の直前の10月とか11月から、先生とのコネクションを作り始めるわけにもいかないですし、その2ヶ月でこう突然業績が上がるわけでもないので、やっぱりそこに至るまでで結構決まっちゃってる部分は多くて、まあそこにこうちょっとしたノイズが乗って、どこ受かった、どこ落ちたっていう結果になるのかなという印象だったので、まあもちろん SOP とか真面目に書きましたけども、そこまでこう、まあ、あと、一番大きい推薦状っていうのは、こう、自分ではどうしようもできないところなので、あんまり、本当にきつかったっていうような印象はなかったですね。ありがとうございます。なんか確かに、そう言われると確かにそうですよね。その出願を準備をしているときにしんどいというよりは、多分その前の段階で、まあまあ留学を意識してるかどうかはさておき、いい論文を書こうだったりとか、なんか授業でいい成績を取ろうっていう部分で、おそらくインプリシットに多分努力をしていて、そこが多分引っかかるしんどいところだ。で、留学に効いてくるところなんだなっていうのは確かに振り返るとすらそうだなと思いました。ということでですね、皆さん、気軽にチャットに質問をしていただけたらと思うんですけど、私のツイッターの DM に、質問が来まして、
これなんかいやチャットに書いてくれって話なんですけど、河野さんの野望が知りたいです。どういう、あの、匿名アカウントからの DM なので、これは誰なのかわからないですけど、一応投げるとして、河野さん、例えば MIT にいらして、まあ5年、6年いるわけですけれども、私も答えられないですよね。河野さんの野望は何ですか？それをリフレーズすると、留学された理由、あるいはその、なんで、日本じゃなくてアメリカに来られて、で、アメリカで、まあなんかどういうことをしたいのか、あるいは、来られて、アメリカに来られて、あ、アメリカってこんなもんなのかな、MIT ってこんなもんなのかなっていうものの期待に対して、MIT はそれに応えてるか、あるいは、あ、ちょっとやっぱここは意外とダメだったなっていう部分があったりとか、なんかそういう、なんでしょう。留学してよかったか、あるいは、留学、まあそうですね。留学してよかったですか、その半年を振り返る。半年だとちょっと早いかもしれないですけど、その質問ですかね。留学してよかったですか。まあ、なんていうか、その、研究者になりたいなと思った時点で、その、まあ、東大の先生方を見てもそうですけども、まあ、みんな留学、PhD の留学を経験され、ほとんど経験されていて、その中でこう、まあ、コネクションの面でもそうですし、こう、より、まあ、別に、東大がどうこうというよりも、その世界中から、こう、似たような志を持った人たちが集まっていく。来るところに身を置くっていうことは必要だなというのは研究者になろうと思った時から思っていたので、まあ、その時点で留学、どっかしら留学はしなきゃいけないなと、PhD でしなきゃいけないなと思っていました。で、まあ、そうですね。そうです。で、まあ、そういう目論みがこの半年でどうだったかという話ですけれども、まあ、それは、いいんじゃないかなと、留学してよかったんじゃないかなとは今のところ、思ってますね。というのも、まあ、そういうことが人の面だったりだとか、環境の面で、享受できていることは大きいなと思うので、それは良かったなと思いますね。ありがとうございます。あと2分ぐらいですけど、次の質問がですね、研究、経済学以外で、河野さん普段何をされていますか？これはなんか、有名人に対する質問みたいになってますけど。まだでも、PT の学生の普段の生活ってどんな感じなのかなっていう捉えると、まあ、いい質問なのかもしれないですけど、普段、何かその、経済学以外に、あるいはその、経済学とか研究以外に何されてますかね。そんな余裕がまだ半年だとコロナだしなかったのかもしれない。ですね。マージャンぐらいですね。アメリカでマージャンしてるんですか？マージャンはオンラインでやってますけど。オンライン。それぐらいですね。そんな答えを求められてるのかわかんないです。いや。リアルな感じがあっていいですよね。そうか。なんか逆に日本でやられててアメリカでできなくなったとかってあるんですか？まあ、ずっと日本ではサッカーやってたので、それを、アメリカでまだやれてないですけども、まあ、それはもうちょっと、ね、暖かくなったらやり始めようかなという感じで今のところ思ってますけど。確かに。ちょっとサッカーの季節じゃない感じですよね。その、雪が積もるってなると、確かにサッカーの仕様もないっていう感じですね。はい、ということで、あと最後の質問なんですけど、まあ、これあと1分なんですけど、なんかすごい重い質問来ました。はいはい、七志さんからですけれども、また、ミクロ軽量を用いた実証だけではなく、軽量の理論的なところにも関心がある、多分今回近しいものなんですけど、東大の経験の経済学コースでも十分なエコノメ関連の講義や指導はしていただけるのでしょうか？あるいは、経済コースには行かずに、統計コースに行くべきなんでしょうか？河野さんのお考えをお伺いしたいです。ああ、そうか。経済コースか統計コースかって話ですか。はい。すごいスペシック。まあ、あんまり変わんないですけどね。結局、その、と、経済コース、どっちのコースに行こうと、その、そういう理論的な統計をやりたい人が、まあ、つきたいと思うであろう先生っていうのは、どっちのコースに行っても選べるので、その点はあまり変わらないですね。まあ、で、むしろもうちょっとこう、プラクティカルに問題になるなと思うのは、その、経済学コースに行くと、コアのミクロマクロをやんなきゃいけないと。で、統計コースに行くと、僕みたいにその、あんまり経済をやらなくても、
数理統計とソグロの確率論と、まあ、あと計量経済をやってれば済むというところで、まあ、そのどれだけその経済感のあるものを、まあ、やりつつ統計をやりたいのかっていうところに依存するのかなっていう気がします。その指導教員とかあんまりそういうところにあんまりかんあの関係ないかなという感じもしますね。ありがとうございます。ということで、あのぴったり30分ですけれども、あの最後の方はかなりランダムな質問を答えていただいて、うまくさばいていただいてありがとうございました。ということで、あのお忙しいところ近野さんありがとうございました。ありがとうございました。あの今日はここら辺で終わりにしたいと思います。で、ですね、ちょっと今予定を私も確認しないといけないんですけれども、明日の8時から次はですね、立石康香さんをお招きして、彼女は UCL、ユニバーシティカレッジロンドンにいらっしゃる、開発経済学を得られている方ですけれども、彼女をお招きして進めていきたいと思います。ということで、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。では9時半遅く。